僕は生まれてきた。ご飯するために僕は生まれてきた。するために。初めて僕がうんこを認識したのが、うんこは汚くて嫌われる存在。そしてめちゃくちゃ臭い。どんなに美人でも、どんなにイケメンでも、 TikTok やってるイケイケの人でさえ、クラスのそこら辺にいる超イケイケの人だって、人だって。うんこはスルー。イケてるの人のうんこをマジックで書けば絶対臭い。お前のお腹の中の排出物は常に叫んで、僕は生まれてきた。うんこをするために、僕はうんこが好きでたまらない。僕は生まれてきた。うんこを